鶴郷の私鶴郷の私は、山口県萩市の鶴郷地区と浜崎地区の間にある松本川川口近くの両岸を結ぶ萩市への渡し船である。正式名称は、指導、浜崎鶴郷線、無料で乗船することができる。使用される木造船かつて鶴郷台は地続きであったが、毎年のように起きる松本川の洪水対策と、周ゅの利便を図るため、 1855年に十三代、藩主、毛利高近が、鶴光大と頂点山との間に4年の歳月をかけて、うば倉運河を改作した。そのため、藩政時代から離島状態になっている鶴光大と萩市の市街地との間を結んでいる。鶴光地区と浜崎地区の間には現在でも橋がなく、歩くとかなり迂回することになるため、約20から30分かかる。 全国的にも珍しい手漕ぎ総船となっている一丁ロ和船タイプの木造船で2003年3月に新造された。古くは上、中、下の3カ所の渡し船を利用することで鶴郷や鶴郷台東部の香川津に渡ることができた。その後、1955年平和橋が完成し、下の1カ所の渡し船のみが残された。これが現在に残る。 鶴郷の私である。鶴郷大川乗り場と運行員詰め所。鶴郷大の町並み浜崎川町合所。ありがとうございます。